実験大好き MNL です。今回は古くからあるエスタバール系コインの使い方等について現代風にちょっとねご説明できればと思っております。以前もね紹介したアンテナアナライザー、コインの登場によりましてね、結構エスタバール系の立ち位置っていうのがね変わってきてると思います。できればねその立ち位置の変化についてもねご説明できればと思っております。補足説明。アンテナアナライザーの登場でエスタバール系の使い方大きく変化したよ。お役目終了。いやいや、ますます重要な測定器だよ。のんびりと紹介するから時間があるときにゆっくり見てね。エスタバール系とアンテナライザー、これ2つをね比較しますとどういうメリットがあるのかっていうのをね、まずちょっとこの今回はねこのエスタバール系のね視点の方でちょっとご説明させていただこうかなと思っております。で最初からねご説明いたします。エスタバール系のデメリットっていうのをね、まあ、やっぱり説明いたしますと、やはりあの無線機が必ず必要になります。まあ当たり前ですよね。このアンテナアナライザーっていうのはもう送信機っていうんですか、発信機もあるんですけど、エスタバール系はね、まあ、発信機がありません。お持ちの無線機が発信機ですので、これ1台だけではね何の測定もできないということになっております。デメリットってなりますとね、やはりあの測定できる周波数っていうのが限られております。基本ね送信できるね周波数でしかエスタバール測定できませんので、バンド外につきましてはね何ぼになっているのかようわからないと。それがねこのアナライザーですとね分かりますので、もうここなんか言うたらもう極端な例じゃないでしょうかね。今までですとねバンド外の方にね共振周波数があってもよく分からなかったのが、このアンテナライザーの登場でね、もうどこのバンドでもね自由に調べれるようになりました。やっぱりね一番のデメリットっていうこのはねこの2点じゃないかなと思います。思ったような周波数で測定できない、必ず送信機がいる、この2点がね一番問題かと思います。で逆にねメリットっていうのがどういうところにあるかと言いますと、測定している出力が違います。こっちの方はねもう何十ミリワット、かなり少ない出力でね、あの実際にエスタバール測定していますけど、まあ普通こういうねエスタバール系ですと、あの最終的には皆さんの、あの運用できる最大の出力でね測定しているんじゃないかなと思っております。ですのでエスタバールっていう視点では情報一緒なんですけど、そのアンテナの耐圧テストっていうんですか、耐出力テストもねできるっていう意味合いではこのアンテナライザーではできませんので、対出力チェックでする意味合いではね、このエスタバール系っていうのはねもう圧倒的に優位じゃないかなと思っております。なぜね、まあそこが重要かと言いますと、まあ、最近ですとねアンテナ自身もあの昔に比べますとねロングワイヤーアンテナで、この前もご紹介させていただいてますマグネチックループとか、いろんなね小型アンテナが登場して皆さんも使えていると思うんですけどね、昔以上に耐圧が意外と低いものが多いと思います。でなおかつね最近ですと SSBCW で、昔ですと RTTY というのが結構ねしんどいと言われてたんですけど、今ですとね FT8 なんか言ったらもうかなりの方がされていると思うので、 FT8 もね連続送信が多いのでね非常に負担をかけているような形になっております。ですのでね今の時代っていうのはアンテナ調整よりも、まあ、システム全体のチェックっていうんですか、ロングワイヤー用のチューナー、アンテナのマッチング回路含めてねトータルで実際に運用している出力で耐えているかどうかをね耐度チェックする意味合いではね、エスタバール系っていうのはね圧倒的な優位な立ち位置じゃないかなと思っております。やっぱりここで一番問題になりますのが、エスタバール系無線機についているからもういらないんじゃないんですかっていうお話もあるんですけどね、基本的には私ももう微妙なところだと思います。まあ無線機も故障する可能性がありますので、まあやっぱりね外にこういう1台エスタバール系をねハードウェアで持っておりますと、まあ一生使っていけるっていうんですか、まあこういうねエスタバール系っていうのはやっぱり私もこれもう30年、もう40年選手だったら申し訳ないです、かなり古いもんなんですけどね。まあテスターも同様なんですけど、こういう機器っていうのは壊さなければ、特に落としたり高い出力をかけたりしない、適切な出力で運用している限りはね結構故障しないので一生使っていけるもんですので、できればねそういう目線でこのエスタバール系っていうのはね一つ導入していただければシステム全体のチェックができるんじゃないかなと思っております。こういうエスタバール系一番の問題は、私もねあのこっちがタイプは持ってるんですけど、こういう針がこうクロスメーター型っていうんですか、
これとこういうメーター、まあメーターが1つ2つとか言ってね、片一方がパワー系、片一方が SRR っていうのがあって、どちらがいいんですかっていうお話よく聞くんですけど、あくまでもこれはね、皆さんのお使いの運用形態、もうこれによって全然違うと思うんですけど、個人的にはこちらのクロスメーターっていうのはね、まあ一般的な運用している状態の確認する上ではね、非常に便利じゃないかなと思います。要するにね、この2つの針がクロスしたところが SRR ですので、実際こちらですとね、キャリブレーション、皆さんね、ここはここ CAL っていうダイヤルを回して、ここのメーターを調整する必要があるので、まあ、結果的にその手間もありますのでね、意外と通常の管理ですと、こちらの方が便利がいいとは思うんですけど、ただ個人的にはやっぱりアンテナの動作確認とかもありますので、アンテナ目線で言いますと、こちらの方がね、このタイプの方が SSRR のが直視できるのと、こちらの方ですとね、送信出力が定格より低い場合ですと、非常に針が触れなくてわからないっていうんですか、もうこれもこのメーターの特徴だと思うんですけど、こういうメーターですとね、キャリブレーションの手間はあるんですけど、まあマックスまで振らした上でね、調整できるので、比較的ね、低い出力でも正確に SRR が 見やすいっていうんですか、ですのでね、私的にアンテナ目線ではこちらの方が好きな形になっております。でただね、最近こういうメーター類っていうのもだんだんやっぱり製造されにくく、やっぱり製造コストとか製造する会社が減ってきてますので、やっぱりデジタル型っていうんですか、まあ、やっぱりね、Amazon あたり見ますと中華系の SWR 系っていうので、結構ね7セグメントのやつとかが出てきておりますので、個人的にはね、これが難しいですね。数値で出てくるっていうのは非常に嬉しいんですけど、やっぱりこういうね、計器特に安全面でこう瞬間のピーク見たりするような場合ですとね、まだまだこういうアナログのメーターの系の方が見やすい、またはよくあるこういうデジタルでもドットの細かなグラフが伸び縮みするような、まだああいうやつの方が見やすいんじゃないかなとは思っております。ですのでね、この辺はもう時代とともにこういうメーター類というのは間もなくも多分もっと減っていくと思いますので、個人的にはメーターがおすすめしたいんですけど、まあ時代時代に合わせて7セグメントレベルメーターの LED ですね、こういうものもとか、もう今でしたら液晶ですよね、液晶ディスプレイ含めてね、もう認めていけないといけないんじゃないかなと思っております。よくありますが、こういう SWR 系どこで測定したらいいんですかっていうの、昔ですとね、やっぱりこういう話よくあって、アンテナの測定するんでしたらね、直下に入れなさいとか、もうややこしい話になるんですけど、話す場合でも同軸ケーブルは電気的な2分の1波長の整数倍のところがいいですよとか言うてね、もうこれはやっぱり実験してもそういう結果にはなるんですけど、もう正直言うてアンテナの調整におきましてはね、こういうアナライザーですね、これをもうアンテナの直下に置いて測定するのがもう一番手っ取り早いと思いますので、もう今は安全面での確認装置ですので、もう本当無線機の横見やすいところにね、1台設置していただくのが一番いいんじゃないかなと思っております。あともう一点ね、このタイプでもこのタイプでも一緒なんですけど、 SRR っていうのをね、測定するときによく言うのが、送信出力が小さくなると良くなるっていう話、皆さんもね聞かれたことあると思うんですけどね、これはもう一般的なもう半導体の特徴なんですけど、基本ね、半導体入力と出力こう比例していかないといけないんですけど、ダイオードですとね、立ち上がり電圧とか言って、その微妙なところが立ち上がってこないっていうんですか、ですので出力が低い場合はね、正直言うてこちらの反射下の方 の電圧が下がってきますので、実際よりもよく見えますので、出力は高い方が正確に測れるっていう話はある程度本当だと思います。ただメーカーさんによりますとね、まあ、この会社さんももうないんですけどね、クラニスさんあたりのこれ私愛用しているやつですと、ここね、パワーのレンチによってキャリブレーションの針の位置が違うんですよね。ここちょっとね、見ていただいたらね、出てくると思うんですけどね、5とか20とか150があると思うんですけど、5W のところにはマックス、20W の時はちょい絞れ、150W の時にはもうちょっと絞れっていうことでね、割合ね、まあこの機能があるのかどうか知らないんですけど、西さんのこのタイプにつきましてはね、出力が 5W とか 2W ぐらいでも意外とね、ちゃんとただメーターのピッチはね、そこまで持ってはないんですけどね、示してはくれるんでね、比較的まだ私としてはね、信用しているような形になっております。まあ、この辺の神話っていうのももうやっぱりこういうアンテナアナライザーが出てきましたので、適切な出力で適切に監視するだけですので、昔ほどはね、もう気にする必要もないんじゃないかなと思っております。 SWR 系
一番の特徴、先ほども説明したんですけど、監視目的のとこだけね、ちょっとだけご説明しようかなと思っております。これもね、もうすでにご経験されている方もう何人もおられると思うんですけど、例えば FT8 で連続的に送信してだんだんこの SWRK が上がってくるっていうのは、ほとんどの場合ですと、例えばトラップコイル、まあヤギアンテナとかのトラップコイルが発熱してきて、コイルの容量が変わってしまうとか、コンデンサーの容量が変わってくるっていうんですか、部品の発熱によってだんだん調整、容量とか、まあ、L の大きさ、その他ものが変わってきて、共振周波数がずれてますよっていうね、一つのアラートになってますので、だんだん上がってきている場合はやっぱり気をつけていく必要があると思います。あともう一つはね、こう大きな声を発した時にツン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 ってこう、エスタバールが上がってくる瞬間っていうのがあるのも、これもかなり危険だと思います。実際ね、これはもう内部で放電現象、もうスパークが飛んでる可能性があるような形ですので、針がポン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 、本当ある意味微妙なんですけどね、針に出たらもうかなり危ないと思うんですけど、針に出てるようでしたらもう直ちにパワーを落として点検された方がいいと思います。で、その前兆現象としましてはね、実際に QS をした相手の方から、音声のピークでなんかこう歪んでますよとかいうお話っていうんですか、声を大きくした時に当然パワーが一番上がりますので、その時に放電しますと、やっぱりそれがノイズとして相手方に伝わるみたいですので、変調のピークがちょっとおかしいですねって言われたらもう怪しいですので、まあメーター見ることも重要なんですけど、絶えず QS をした時に相手方からちょっと変調がおかしいと言われますとね、ぜひ耐圧不足、絶縁破壊される可能性もありますのでね、まあ、できればね、そういう視点でこの SWR系とか相手の局長さんとの、まあ、耐圧がちゃんとクリアできているかっていうのをね、最大限絶えず監視していただければと思っております。まあそんな形でね、まあ簡単に説明、もうあんまり内容もなかった申し訳ないんですけどね、まあこんな形でね、SWR系まだまだね残っていくんじゃないかなと思います。まあ無線機に当然ついているので昔ほどいらないということもあると思うんですけどね、ぜひともアマチュア無線開局して、多分丁寧に使えばね、一生ものの測定器ですので、 HF 用 UV 用に各1台ぐらいはいるかもしれないのですけど、機会あるようでしたらね、ぜひともこういうハード型の SWR系 1台買っていただきまして、無線機を守る、でアンテナ設備を監視するっていうのもね、対峙していただければと思っております。どうだったでしょうか。やっぱりね、アンテナアナライザーがこんだけ普及しますとね、 SWR系っていうのもね、明らかにこう立ち位置が変わってきてるっていうのを皆さんもね、実感していただけたんじゃないかなと思います。ただね、やっぱりアンテナ自身が最近ですとロングワイヤー、必ずこれにはチューナーが必要だと思います。でなおかつ今回ね、他の動画でも紹介しているマグネチックループみたいなアンテナもね、マッチング回路がものすごく重要ですので、この両者ともね、一番の問題っていうのが、出力がだんだん上がってきますと電圧が高まってきますので、部品が壊れちゃう、でその部品が壊れるに伴って無線機のファイナルまで負け込むっていうのもね、以前お聞きしたことがありますので、これからはね、やっぱり以前以上にこの SWR系っていうのは、送信中のね、動作確認、異常検知をするためにね、使っていただくのが主流になっていくんじゃないかと思っております。ぜひともね、 SWR系っていう機器もアンテナアナライザーと使い方微妙に違いますので、使い分けしながら大切にね、使っていただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。